マーク・エリオット・ザッカーバーグはアメリカ合衆国のプログラマー、実業家。Facebook の共同創業者兼会長兼 CEO。また、同社黄金株保有者の一人。ハーバード大学在籍中にソーシャルネットワーキング、サービスサイト、Facebook を立ち上げた。2010年のタイム誌、パーソン・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。アメリカ合衆国ニューヨーク州ウェストチェスター郡、ホワイトプレーンズで、歯科医の父親と精神科医の母親からなるの家庭の第二子として生まれ、姉一人と妹二人がおり、ドブスフェリーで育った。曽祖父は、ドイツ、オーストリア、ポーランドから移民したユダヤ系であった。その後のザッカーバーグは、アーツリー高校に入学し2年を過ごすが、退屈さに耐えきれず、アイビーリーグの大学に進学するのが、当たり前のエリート進学校として、難関大学入試突破に特化した全寮制高校の一つである、フィリップス・エクセター・アカデミーへと転校する。友人のアダム・ダンジェロと共に2003年、音楽再生用フリーソフトウェア、シナプスメディアプレイヤーのサービスを開始した。これは利用者が以前に選択した曲をベースに、聴く曲目を予測してくれる機能が高い賞賛を受けたソフトウェアであった。マイクロソフト社を含むいくつかのソフトウェア会社がこのプレイヤーに興味を示したが、正式な取引は行われなかった。その後、ハーバード大学に入学し、2006年卒業予定の学生として登録された。入学後は、フラタニティのアルファ、イプシロンパイに所属した。このハーバード大学在籍時においても自身のプロジェクトの創出を続けていた。初期のプロジェクト、コースマッチでは同じクラスを履修している他の学生のリストを参照できるようにした。後にプロジェクトの一つとして開設したサイト FWD.us はハーバード大学内に特定したランキングサイト Hot or Not のような画像格付けサイトであった。しかし、ネット上に開設後すぐに大学の管理部職員によってザッカーバーグのインターネットアクセス権が無効とされたため、サイトがオンライン上に存在したのはわずか4時間ほどとなってしまった。大学のコンピュータ業務部がザッカーバーグを連れ出した後、彼はハーバード大学運営理事会によってコンピュータのセキュリティを破りインターネット上のプライバシーや知的財産の規約に違反したとして処罰された。ザッカーバーグは自由で公然とした情報の利用を可能にすべきと考えていたことを主張した。理事会側からの訴訟は公的には行われず、その後ザッカーバーグは SNS サイト、Facebook を立ち上げるとともに大学を休学、その1年後に中退となった。ザッカーバーグは中国の清華大学経済管理学院顧問委員の一人でもあり、習近平国家主席とも会談している。他企業の幹部らと共に移民法改革の政治団体 FWD.us を設立。ヤフーやバイアコムなどの企業が Facebook を買収しようとしたが、ザッカーバーグは7億5000万ドルの買収の話を断ったと報道されたことがある。2006年9月5日、Facebook はサイト上で友人が何をしているかを一覧で表すニュースフィードの機能を開始した。しかし、ザッカーバーグは、ある利用者が、みだりにニュースフィードを見たりする点や、これがネット上でサイバーストーキング行為を働けるツールであるとして、非難の的になった。その3日後に、ザッカーバーグは、Facebook のコミュニティにある公開文に返信を投稿し、突然こうした機能を設けたことに謝罪して、新しいプライバシー保護機能を提供したものの、このニュースフィードの機能と彼の自由な情報利用という方向性は守った。この機能は友人間での利用にとって有用なものであり、プライバシー機能を設定することで友人、知人以外の利用者からのアクセスをブロックできると彼は主張した。現在、このニュースフィードは Facebook の利用者が使用する主な機能の一つになっている。2007年5月24日、サンフランシスコで行われた F8 と呼ばれる会議の中でザッカーバーグは Facebook 内で使用できるアプリケーションの開発を可能にするアプリケーションプログラミングインターフェース、Facebook プラットフォームを開始すると発表した。彼のスピーチはさながら、スティーブ・ジョブズが Apple の新製品を紹介するかのようなスタイルで行われている。この Facebook プラットフォームのサービス開始後、ザッカーバーグと Facebook はより多くの報道の的となり、同年8月のニューズウィーク誌には関東記事にもなった。ハーバード大学時代のザッカーバーグのクラスメイト、ディブやナレンドラ、キャメロン・ウィンクルボス、タイラー・ウィンクルボスは、彼らのウェブサイト、コネクトゥのコードを完成させるために、ザッカーバーグを雇い、彼にサイトのアイデアやデザイン、ビジネスプランやソースコードを盗まれたのだと主張した。2004年、契約違反や企業秘密の悪用、著作権侵害ほか、様々な請求により、ザッカーバーグは告訴された。ザッカーバーグ側は、そのような雇用の契約書はなく、また彼らの事業に長くは携わっていなかったことの、他に、コネクトゥ側が Facebook へ財政的な被害を与えようとしていると主張した。しかし、コネクトゥは Facebook を閉鎖させる意図はないと断言している。告訴の提起がマサチューセッツ州で行われて以来、訴訟は2007年3月28日に棄却されたが、採決されてはいなかった。告訴はその後すぐに、ボストンの連邦地方裁判所で再び提起され、2007年7月25日に予備審問が予定された。審問にて、裁判官はコネクトゥ側の申し立ての一部は十分な弁明が行われていないとし、修正した告訴状を再提出できる猶予期間を与えた。この経緯は映画ソーシャルネットワークにも題材として取り上げられて世界中の耳目を集め、結果、Facebook への関心をさらに高める結果ともなった。2011年4月11日、連邦控訴審は、ウィンクルボス兄弟の自分たちの株式の価値は低すぎるとの主張を退けた第一審の判決を支持し、評価額1株当たり$8.88相当の Facebook 株式を受け取るべきとの判断を示した。アメリカ国内では Facebook の約8700万人に及ぶユーザー情報流出問題、プライバシーの扱いなどに関する姿勢が問題視され、マーク・ザッカーバーグは2018年4月10日に米連邦議会上院司法委員会の公聴会に翌11日には米連邦政府会議エネルギー及び商業対策委員会の公聴会に出席。それぞれの公聴会は数時間に及ぶ議員からの質問に対応する厳しいものであったが、議員からの質問の一部には専門性に欠けるものがあり、あらかじめ用意した資料に基づき無難に乗り切った。株式市場では、マーク・ザッカーバーグへの追及がこれ以上深刻になるものではないと判断され、下落が続いてきた Facebook の株価が上昇した。Facebook においてアカウント凍結、削除されることが創業者の名前から付くとズキングという単語として流行したと報じられている。2012年5月19日。1歳年下のプリシラちゃんと結婚したことを発表した。在ベトナム華僑だった両親を持つちゃんとは、ハーバード大学の同窓生で、ザッカーバーグと出会って、以来9年間にわたって生活を共にしていた。結婚式は、ちゃんのカリフォルニア大学サンフランシスコ工医学校卒業と、博士号取得を祝うパーティーを装って、ザッカーバーグの家の裏庭で行われた。また、ザッカーバーグはプリシラの親類と付き合うため中国語を勉強している。子供は娘2人である。ザッカーバーグはユダヤ人の家庭で育ち、13歳の時にユダヤ人の成人式を祝っている。その後ユダヤ教からは遠ざかっていて、仏教にも興味を持って一時は無神論者とも言われたが、最近は宗教は人間として大切なものと語っている。2017年5月に行われたハーバード大学の卒業式での講演をユダヤ教の祈りで締めくくり、困難な時にいつもこの祈りをしているとも語っている。高校時代はフェンシングに熱中していた。2010年、経済誌フォーブスが発表した世界で最も若い10人の億万長者の第1位に、当時25歳の最年少でランクインした。推定総資産額は約40億ドル。同年、寄付啓蒙運動のギビングプレッジに参加。2011年3月、フォーブスが世界長者番付を発表し、推定総資産額135億ドルで52位にランクインした。この額は前年の40億ドルの約3倍にあたる数字であり、ランクも前回の212位から52位に大幅アップとなっている。今回の大幅アップの要因は映画ソーシャルネットワークのヒットが関係しているようであるという。2011年5月、地元紙サンノゼマーキュリーによると、本社移転先のサンマイクロシステムズ本社跡から車で10分のパロアルト市内に新居を購入したという。購入価格は700万ドルで敷地面積が5000平方フィート超あり、5つのベッドルームに4つ、バスルーム、塩水プールと音楽鑑賞用アルコーブがあるという。2011年9月、フォーブスが米国長者番付を発表し、推定総資産額175億ドルで14位にランクインした。2012年のフォーブスによると総資産約175億ドルで世界富豪ランキングで35位となる。2016年のフォーブスでは総資産約446億ドルで世界6位となった。ありがとうございます。